シュライカー大阪対立川セルティック FC の一戦。まずはこのシーンワンツーから抜け出して最後は新井の右足、これも素晴らしいワンツーからの抜け出しでしたけどね。さあこのシーンです。改めまして稲葉さん、はい、愛のゴール素晴らしいですね。素晴らしかったですね。中へのこのドリブル止めて前に行く、それとの連携でね、タイミングバッチリの愛選手でしたね。そしてこのシーン、コーナーキックから体を張ったこぼれ球を中井のゴール、はい、さあこのシーン落ち着いてますね。最後は上村のシュートでしたけれども、はい、上村選手がディアゴナルでパンってフェイク入れてるんですよ、はい、それが素晴らしかったですね。このシュート、はい、これは素晴らしい、素晴らしいゴールでしたね。さあこのシーンです。このゴールも素晴らしかった、はい、坂井亮太のボレーシュート、ね、大阪が少しこうパワープレーしようとして攻めの準備してた中でニアに打ち込みましたね。はい、4対2で立川アスレティック FC が勝利いたしました。バルドアール・ライアス対湘南ベルマーレの一戦ハイライトで振り返ります。まずはこのシーン、長坂のゴール、はい、このシュートね、ガニ選手弾かれるんですけど、この後の股抜きパスがもう、はい、そして長坂選手も信じてましたね、はい、そしてここゴール前から関節フリーキックのチャンスだったのですが、そこのこぼれ球奪ってのドリブルのゴール、はい、内村選手これね、こぼれ球左から行くと見せかけて右に回ったのが、はい、素晴らしかったですね。ここで大ピンチをビッグチャンスに変えましたね。さあそしてこのシーン、堀内キープしたところ倒れ込んでいる最中に、ここ長坂から今度はガリシャへ、これ先ほどの点の直後だったんですけど、はい、帳消しにするような逆のカウンターですよね。長坂選手のお膳立てが素晴らしかったですね。ただまだ終わりません。ここですロドリゴ、もう一度今度はループシュート、このゴールでこの試合舐めてループそしてハットトリックです。ハットトリック3対5でアウェー湘南ベルマーレの勝利となりました。このクリスマスイブマッチ、長野がチャンスを作ります。流して渡辺から、いや中村カウンターの仕方かなり理想的でしたけどね、あとはもう本当決めるだけでしたね、はい、そうですね、長野が一つ決定的なチャンスを作りました。そしてその後堤が持ち込んでこのかわし、まず堤選手このピボ当て、そしてこの切り返しですよね、はい、横浜が先制点を取りました。そして YCC 横浜この抜け出し、最後は聖夜でした。リッツィ選手のラストパス素晴らしいですし、はい、そうですね、北野聖夜選手ね、はい、今日は聖夜なので ね、 そうですね、しっかり点取ってくれて良かったですね、はい、そしてこのシーン、松井大輔抜けていってトーキック詰めたのは柴野でした。いや松井選手ね、これここ大チャンス、そうですね、いやでもしっかりね枠に、あでも触ってるんですね、そうで山口選手、山口触ったんですね、触ってなければね、はい、いやただ松井もこのトーキック素晴らしかったです。 YSCC 横浜ここで連敗をストップ。エスプラダ北海道対バサジー大分、この落としからこの3番野口のゴールです。もうゴレイロからロングボールで、コカド選手の落としも良かったですし、はい、これ正確にね、うん、ゴールに流し込んだ素晴らしいシュートでしたね、はい、さあ今度はセカンドピリオド、このモロのパスからこのシュート、いやこれはゴラッソですよ、はい、これいい角度ですね、はい、これ本当にこのニア上にも突き刺したっていうシュートですよね。そして今度は北海道、これも惜しいシュートもありました。これもね、本当決まってもおかしくないシーンだったんですけど、はいはい、こういうシーンがことごとく入らなかったですね。そしてこの野口のゴールで3点目、これ本当にいいディフェンスでしたよね、はい、そして最後もう一発きます。ここも野口で差しを伸ばした。いやこれでもハットトリックですよね、この試合、はい、0対4バサジー大分の勝利となりました。名古屋オーシャン対フーガドル隅田の一戦、まず先制したのは隅田でした。右ヒックインから栗本弘樹決め切りました。はい、栗本がね、本当大きなフェイントからフリーに作りましたけどね、続いてものゴールも隅田でした。前から連動したプレスかけていって、ここで清水和也奪って右隅流し込みます。2対0、清水和也の冷静なシュートも素晴らしいです。ただ名古屋も打ち返します。この平田のシザースからの右足決まって2対1。第2ピリオドです。
まずはフーガードルス三田、清水和也から、ここ北村博樹、よく狭いところ射抜きました、3対1。そして続きましても隅田の追加点です。このパワープレー返し、中田シュート冷静でしたね。ただパワープレーで名古屋圧力を強めていって、アンドレシートから平田が決め切ります。そして名古屋さらに追加点です。ここ名古屋がもうあと一歩というところまで迫ったんですが、ただ最後まで集中が途絶えなかったフーガードの隅田、名古屋相手に4対3逃げ切りました。ボール配ると北九州対ペスコードラマチュア、まずはこのジオバンニのロングシュートで幕を開けました。1対0、まあ、ジオバンニ本当正確なこのキック持ってますよね。素晴らしいゴールでしたね。本当ですね。ただ続いてのゴールは第2ピリオド北九州でした。このジョーの見事なループシュート、柔らかい左足でした。1対1、ジョーがね素晴らしかったですね、シュート。はーい、そして勢いに乗った北九州、レッズゴール、ワンツーからの前の内、マーティアス、エルダー、はい、もうね、サイドに出して、フリーランニングでフリーになって、でダイレクトですから。ただ、パワープレーに出た町田も追いつきます、この倉科亮真、ビニシウスからのボール、よくすらしました、2対2同点。そして残り10秒切って引き分けかと思いきやの、この最終盤、宮崎が9の残り 2.6 秒。はい、冷静によくコース狙いましたよ。最終スコア3対2、この男宮崎ねじ込みました。